激闘のドローから238日、およそ8ヶ月、今日までの両選手です。今年4月、名古屋で行われた飯田聡対翼大志周防戦、互いに譲らぬ一進一退の攻防が繰り広げられたが、結局勝負はつかず試合は判定へともつれ込んだ。正直やっぱり紙一重でも上に行けばいいという感じで、我觉得每场呢，我都会放慢点，好啊，各位电台。ドロー引き分けでございます。結果はドローでチャンピオンの防衛。後半翼大を圧倒していた飯田にとっては納得のいかない判定だった。飯田聡はバラエティ番組「元気が出るテレビ」のボクシング予備校をきっかけにプロデビュー。無敗のまま去年4月初めての世界戦に挑んだが、強豪ボイキアの前にプロ入り初の屈辱的な KO 負けを喫した。一方の翼大はタイの剣闘ムエタイの出身である。国内無敵と呼ばれた彼は20歳の時にボクシングに転向、連戦連勝を重ねた。昨年8月には飯田を任したゴイキアを破り、初めて世界チャンピオンの座についたのである。翼大は防衛戦を前に家族と離れ、練習場で一人トレーニングに励んでいた。愛する妻と子供たちに会えない辛い毎日だが、これには理由があった。翼大の自宅はパタヤ市の郊外にそびえ立つ豪邸である。ここに翼大の両親と妻、そして3人の子供が暮らしている。この豊かな生活を維持していくためにはチャンピオンであり続けることが絶対条件なのだ。一方の飯田も名古屋で激しいトレーニングを積んでいた。その飯田にも温かく見守ってくれる家族がいる。先週の水曜日、ゆかり夫人が元気な男の子を出産。飯田にとって強い味方がまた一人増えた。病院で生まれたばかりの次男を愛おしそうに見つめる飯田の表情は、リングにいる時とは違った優しい父親の顔だった。長男の高人くんも弟ができたことに大喜びだ。この子たちのためにも、そして愛する妻のためにも、今度の試合は負けられない。生まれた国も育った環境も全く違う飯田と翼大だが、家族を背負っているという点では同じである。自分を陰で見守ってくれる人がいる。それが戦う男にとってどれほど心強いか。家族の声援に応えるためにも必ず倒して決着をつける。誓いを胸に2人は今日のリングに立つ。我都干干了，不害路。不过，我没当干了，我没当干。我们真有了，要害路สบาย，要害路没สบาย，对吧？が本当に僕斉田聡の評価になると思うんで、ファイティングスピリッツみたいなものは。盛り上がってますね。ただいまより WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド4分の3大国翼大志周防、5度目の防衛戦チャンピオン翼大志周防。高校の挑戦者 WBA 世界ジュニアバンタム級に115パウンド緑所属飯田聡、3度目の世界挑戦飯田聡です。さあ浜田さん、はい、いよいよ4月29日、はい、引き分けに終わった両者、はい、決着の時を迎えましたね。そうですね、今飯田君の表情を見ると緊張感の中にもリラックスさがあるんですね、はい、ですから前回よりも速いパンチが打てるんじゃないかというふうに思いますね。そうですか、はい、特に練習を見ておりますと
カウンターでの左ストレート、そうです、ね、あるいはボディへの攻撃、そうですね、あのタイミング取り方はまた一段とアップしたなと。そして、前回はボディ打ちはほとんどなかったんですけどね、今回はボディ打ちも結構やってくるというふうに思いますね。というのは相手の突進を止めてスタミナを消耗させるという効果があるんですね。一方、翼体思想の表情をご覧になっていかがですか。試合前、2、3時前ピリピリしてましたけど、今はずいぶんリラックスしてきたなという感じがします。そうですか。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、レフェリーが両選手を呼び寄せました。まもなく第1ラウンドのゴング、さあ両選手分かりました。4月29日引き分けに終わった決着戦です。両者第1ラウンドのゴングが鳴りました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、世界タイトルマッチは12ラウンドで行われます。挑戦者飯田智、3度目の世界挑戦、ブルーのトランク、一方前回と同じく黄色のトランク、赤のベルトラインサイドラインチャンピオン、5回目の防衛戦、翼体思想。右のジャブを出します。サウスポースタイルの飯田、左のドクターファイター対この右、何度でも出すと言っていた右のジャブ、そして今翼体が一発右を見せましたけれども、素早くサイドステップ右のジャブです。一方の翼体思想、右の拳を引いている右のファイターボクサー、今飯田左、飯田の動きいいですよ、はい、いいですか、はい、そして相手がよく見えてますね。そして対する翼体ですけどね、はい、前回よりも逆に慎重ですね。あの強引に出てくるかなと思いましたけど、慎重ですね。まだどんどん前に出るという形ではありませんね。なくてですね、飯田をよく見て慎重に慎重にいってますね。翼体思想は8月8日地元タイのバンコクで元世界チャンピオンヘスス・ロハスを破って4度目の防衛に成功、137日ぶりのリングということになります。さあ、飯田、まあ、今左のストレートを空振りしましたけどね、はい、あのタイミングはまだだんだん合ってきますから、どんどん出すべきですね。第1ラウンドです。第1ラウンドからどんどん手数を出して、そしてポイントの上でも優位に立つことが大事ですね、飯田。そうですね。そしてもう少しですね、はい、出入りのスパークを早くするといいですね。今翼体が右を見せました。当たったところがちょっと低いんじゃないかという抗議、飯田です。今足が引っかかりましたね。相手の左足を引っかかりました。ダウンではありません、スリップです。右スタイルのチャンピオン、そして飯田は左、そういう対戦ではよく今のようなケースは起こります、ね、よくあります、はい。お互いに前の足同士がぶつかって、まあ、どっかに踏まれたという形があるんですね。さあ、ロープにつけて一発。なるほど、翼体はですね、はい、コーナーに詰めてから集中打を打とうとしてるんですね、うん、なるほど。今の三冠抜群のタイミングです。今のはさあ第1ラウンド挑戦者飯田がダウンを奪った。もう少し出入りを早くするといいですね。残り10秒を切りました。第1ラウンド、いいですよ、いいですよ。ここでゴング、第1ラウンド終了。挑戦者飯田、第1ラウンドダウンを奪いました。第1ラウンドの終盤、飯田は素晴らしい左ストレート、相手が動いた瞬間先に踏み込みましたからね。このタイミングは練習でやってたタイミングですから、練習でやってたことがそのまま試合に出てきましたね。世界挑戦いいですよ。世界のリングで飯田初めてダウンを奪いました。第2ラウンドです。早くも愛知県体育館、お客さん大歓声。第1ラウンドにダウンを奪いました飯田智、挑戦者、これが3度目の挑戦。そして何といっても4月29日フルラウンド戦って引き分けた両者、年内の決着戦です。97年日本ボクシング界最後の世界タイトルマッチ、辰吉が作った流れを飯田受け継ぎたい。いいですよ、出会いの踏み込みがいいですからね。
前後の踏み込みですよ。左ストレート、同じですよ、同じですよ、反対、今の打った後にもう一回踏み込みたいですね。第1ラウンドダウンを奪った飯田、このラウンドもいいパンチ一発入りました。入ってます。それで横田が一発目、1ラウンド目のあのダウンまだ効いてますからね、効いてますから動きがまだ重いんですよ。そこでもっとダメージを重ねておきたいですね。しかしまだ飯田の動きを見ていますと、打ち合おうという感じではありませんね、はい、ボディー、まあ、ボディー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 、強引に打ってしまうと相手の一発もありますから、はい、ですから強引に打とうとするとガードが甘くなるんで、まだそれする必要ないですから、今のボクシングで入るということですね。このあたりは冷静な飯田、前回は左右の動きが中心のステップワーク、しかし今回はそれに前後の動きを加えた飯田です。佐藤さん、はい、第1ラウンド終わってね、まず第1ラウンドのダウンはタイミングで奪ったダウンなんだから、そのことを忘れるなということ、そしてスピードはいいんだけれども、まだ下半身特に足が硬いというふうに評価しています。飯田サイド青コーナーは大東真嗣アナウンサーです。1分が経過しました。1分30秒が経過しています。佐藤さん、はい、赤コーナーなんですけどね、ダウンに関しては全く気にするなと、はい、それに対して苦しんでチャンピオンはニヤッと笑って、まだ余裕がありそうです。そうですか。ただ余裕があるといっても、最初のラウンドにプロ入り初めてダウンを奪われたチャンピオン、これは動揺してるでしょう。ロックタがタフですからね、タフですからやっぱり初めて、そして海外で右打ってきました。ロックタチャンピオン狙ってる。飯田もちょっと炙りになったか。2分が経過しました。そうですね、一発一ラウンド目にダウン取ったんで、はい、力みがちなところが出てますね。そうですか。チャンピオンクリリングな攻防、第2ラウンドです。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まず今は1ラウンド目の踏み込みを戻すことですね。踏み込んでパッとまた離れればいいですから、そのリズムでいいですから。ということは出入りの激しいボクシング、横に動くというよりも前後でいいですからね、今はというのは、横体が今前に前に出ようとしてるんですね、出てこようとしてますね、今出てこようとしてますから。さあラッキング、ラッキング、飯田軽く相手のパンチをかわします、かわします。相手の振り回すフック、この辺りよく見えています。おっと早いパンチを打ってきた、これも当たっていません。横体、横体はコーナーにロープに詰めようとしてるんですね。おっと飯田もややアップライトのスタイルになったか。第2ラウンド、飯田はどっかというと1ラウンドよりに力んでます。東洋タイヤスペシャル WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、両選手の体格比較です。身長リーチとも挑戦者飯田聡が上回っています。昨日の計量、飯田は一発でパス、翌回は2度目でパスしました。そうですね、1回目600グラムオーバーですから、その面減量に苦労したんであれば後半スタミナ面心配なところあるんですよね。第3ラウンドのゴングが鳴りました。第1ラウンドにダウンを奪った挑戦者の飯田、3度目の世界挑戦、ラストチャンスと位置づけてこの試合に臨んできました。前回4月29日以来、なんと8ヶ月ぶりの試合ということになります。これだけ間隔が空いたとは、飯田プロ入り初めて。よく対はロープに詰めよう、はい、ロープに詰めようという構えですね。あとは左、今のタイミングでいいですからね、飯田は。今ジャストミートはしませんでしたが、今のタイミングでいいです。はい、このタイミングあってくればまたもう一回ダウン取れますからね。それと緑体が体を振らずに真正面、どっちかというとサウスポースタイルの左ストレートが当たりやすい位置から入ろうってるんですね。ああ、飯田の左の軌道に合った位置に緑体がいるという。さあこの左のフック、かいくぐったラッキング、レフェリーが緑体の左足が飯田の右を踏んだ位置だということですね。これを注意しました、レフェリーのモンテロレフェリー。相手の前足を踏んだということはですね、はい、踏み込みがだんだんきつくなってきているということですよ。ということは徐々に前に、あっと今の、しかし大きく踏み出した翼体ですが、逆に自分で若干バランスを崩しました。右のジャブ、ジャブ当たってますね、ジャブ、これです、飯田の新庄リズムボクシング、右のジャブを当てて、自らのリズムを崩して、展開、左、細かいタッチ、さあ、翼体も出る、1分30秒経過。飯田、今のリズムを守ることですよ。かわして右に回って、そしてすぐ横からの攻め。そうですね、翼体も踏み込んできました、左のストレート。そうすると翼体だんだん焦ってきますからね、かなり焦ってきたら、一本調子で前に出てきますから、その時は逆にやりやすいですからね。大きく左膝を折って低い姿勢で踏み込んできてますね。右のジャブ届きません、翼体が右のジャブを当てられて自分のパンチが届きません。右のストレート空振り、よく見えてますよ、よく見えてますよ。
よく見えてますよ飯田、よく見て、そして自分のリズムボクシング、動いて動いて、そして右、さあ右、右を出します。アウトボクサー、そしてサウスポーチャンピオン、翼体は苦手ではないと口では言っていますが、どうも飯田にはやりにくそうですね。まあどっちかというとサウスポーの左ストレートを避けづらそうなところありますね。決めてこようとする、しかし冷静にダッキング、飯田です。いやクリンチ飯田です。頭を下げてダッキング気味、そして相手に抱きついていきました。このあたりまだ冷静さを失っていません。飯田はいい距離を保ってますからね。ちょうど右のジャブ、左のストレートの当たる距離、この距離を守っていればいいですから。今のも十分当たる距離でしたね。よく見えてますよ。第3ラウンド終了、あとはタイミングです。WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、飯田の表情です。まあ冷静にセコンドの声がよく聞こえていますね。飯田の左にいるのが福田洋次トレーナー、そして今正面になったのが緑ジムの松尾敏郎会長です。第4ラウンドです。サウスポー左の拳を引く。今日は両者ブルーのグローブを着用しています。日本製8オンス。飯田はロープに詰まらないことですよ。ロープに詰まった時には集中打を打とうという構えですからね。よく対応。おっと、左、ジャブ、左のジャブです。佐藤さん、組みのパンチ、ライトさん、福田トレーナーからはね、とにかくまだ長丁場なんだから焦るなと、相手はそれ以上に焦ってると。で、つられて焦るとカウンターにはまるから、もう一度冷静になるというシーンです。冷静に冷静にという福田洋次トレーナー、具志堅用高、渡嘉敷勝夫、竹原慎二という3人の世界チャンピオンを育てた名トレーナー、福田洋次トレーナーの所属する奥ジムに飯田は世界戦の前になると必ず合宿に行きます。翼体は距離を詰めようと必死ですね。今自分の距離にしていこう。そうまだ飯田の距離ですからね、はい、距離を詰めて、そしてロープに詰めた瞬間にパンチの数を集めようという構えですね、うん、それまではパンチはセーブしてるんですね。藤井さんどうぞ。赤コーナーなんですけども、そのあたりね、やはりどん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 前に入っていくと、そしてボディを先に打てば相手も来ないだろうというふうな読みですね。あ、確かにですね。そうですね、下の方にパンチがチャンピオン集中しだしましたね。このラウンドボディ打ちを飯田連打、飯田連打、小判が受けんだ。そしてバックステップ、サイドステップ、リズムは忘れていません。あ、かなり翼体は大きく膝を折ってボディの方を腰を出してますね。腰を出してますね、はい、というのはですね、ボディ飯田の動きを止めたいという考えですね、うん、右のボディで飯田のスタミナのロスをまず測っていこう、そういう考えなんでしょうか。連打左合わせていった飯田、待て、ナイスカウンター、そして最後は右並んでワンツーワンツーカウンター左。2分が経過、第4ラウンド、下から行く、動きを止めたいんですよ、動きを止めたいんですよ。飯田リズムを保てるか。12ラウンド動き抜く、あっと左入った、左入った、動き抜くスタミナは十分つけてきた。長野の昼神温泉あるいは白馬で行ったキャンプ、十分な走り込みを行いました。飯田はこの試合に向けて139ラウンドのスパーリング、あっと今は頭をちょっと気にしました飯田であります。一方ちょっと今飯田の動き止まってきましたからね、止まってはいけないですね、もっと動くことですね。さあリズムが飯田、動け飯田、ちょっと距離詰まってますよ、今距離詰まってますよ。さあ今ボディ、右のボディを浴びてちょっと飯田苦しそうな表情を見せました。距離詰まってますから、もっと右を出しながら動くことですね。第1ラウンドにダウンを奪った飯田でありますが、さあ翼体、なんといってもこれが5回目の防衛戦というチャンピオン、徐々に距離を詰めてきた、じわじわ出てきましたね、じわじわ出てきましたね。第4ラウンド若干飯田の表情こうだったか。第4ラウンド終了です。はい、第4ラウンドは翼体のボディ攻撃が目立ちました、はい、うん、それで飯田君がですね、動きを止めてきたんですね、うん、ですから3ラウンドまでの本来の動きに戻すことですね、5ラウンド目は。いよいよこれから第5ラウンドです。ゴングが鳴りました。第5ラウンド、自分のリズムにもう1回ここで戻すことができるか。浜田さん、左を打ちな、右を打ちながら、うん、
今の感じで足を動かしておけばいいですから。ここまでの浜田さんの評価、4ラウンドまでは飯田優位です、ね、はい。しかしここからです、ボディーです、右よく対応すると飯田の動きを止めたいという考えなんですよね。だんだん4ラウンド目からだんだんプレッシャーが低くなりましたよ。このヨックタイトの再戦に当たって飯田、いいでしょ、今いいでしょ、左のカウンター、いいでしょ、いいでしょ、前回よりもっともっと前に出てくるだろう、しかも上体を振って前に出てくるんではないかという分析をしていました。それじゃなくてですね、今回は徐々じわじわプレッシャーかけてロープに詰めようという考えですね。ああ、どんどん体を振って出てくるのかと思ったらそうではないですね。上体を左右に振るのではなく、直線的に詰めて一気に打とう、まず詰めてから詰めるまでじわりじわり距離を詰めようという考えですよね。詰められかけた時の飯田はどういう動きが必要でしょうか。まずロープに詰まれないこと、詰まった瞬間に横に動くことですね。ただ動こうとすると相手も右のジャブ打ちながら動くことですね。今のジャブですね、今のジャブでいいんです、今のジャブでいいんです。フラトレーナー言っていました、あと右のボディストレート、飯田とにかくジャブを打ちながら動け、右のジャブと足は連動しているんだということをフラトレーナー話していました。ただですね、4ラウンド目からは4体の追い込みが厳しくなりましたよ、きつくなってきましたよ。ですから右のジャブとそして左のストレート、ボディ、それで距離を保つことですね。右のジャブ、さあ詰めてきた、これは詰めてきました。しかしロープに詰まらない飯田、ロープを背にしますがロープと背中はついてはいませんね。まあまだいいんですよね、はっきりとしたパンチを一発詰めたいですね、やはり前回言われました、出てきてますから。さあボディだ、ボディだ、飯田の構成点と見られるのがちょっと三者のボディ、まだボディ、右飯田のボディを攻めてきました。一発はっきりとしたパンチ詰めたいですね。おっとローブローではないかと、あーローブローの注意です、モンテロレフェリーチャンピオンに注意だ。飯田は手を伸ばして止めるんじゃなくて、はい、打ちながら止めることですね、相手の打ちながら、はい、当てるのではなくダメージを与えるパンチ、打つことです、左ストレートに、あと左のフック、チャンピオンちょっと今距離詰まってきましたよ。さあ徐々に徐々に、これが全身モーダチャンピオンに6対1と、去年8月飯田を破った有見ゴイティアをあっさり8ラウンドのフックアウト、タイトルマッチ、右ストレート、距離が詰まってきましたね、距離詰まってきましたね。飯田のパンチも当たりますが、チャンピオンのパンチも当たり出しました。前回の試合よりもかなり2人の距離が接近しています。はっきりとした左ストレートを一発決めたいところですね、あとボディーだ、右ボディー入った、左に入った、このラウンド第5ラウンド終了です。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、さあ5ラウンドのヨック対、ちょうどですね、はい、ヨック対の当たる距離まで今近づいてきたということですよね。ですからそれなる前にまず飯田が先に打つことですね、先に打たないと相手どんどん詰めてきますから、まず先手、そうです、そうです、打ちながら動くことですね、はい。これから試合は第6ラウンド、ゴング鳴りました。4ラウンド目からはヨック対のプレッシャーを相当感じてますよ、飯田は。ですから感じてしまって手を出さないんじゃなくて、手を出してればこのプレッシャーも跳ね返しすぎますから、うん、このあたり前回足りなかった攻撃的な姿勢、そして強く打つこと、前回のアンドライストレートに当たった、左また左、たまたまたストレート当たりました、右、今のパンチ打ってれば真っ正面からは入ってこれないですから、右打った、さあチャンピオンもした、おっとローブロー、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 明らかなローブロー、減点ですね、減点、さあ減点か、減点か、減点ですね、減点ですね、減点です。モンテロレフェリージャッジ監視に対して減点をアピール指示しました。ローブロー、このベルトラインより下のところに打つのは反則なんですね、そういうことです、減点されましたチャンピオン、再三やっぱり4ラウンド目からボディーブローを打ちながらローブローが多くなってきていましたからね。しかしこれ破れかぶれのチャンピオン、ダウンを奪われています。作戦ということはないですか。いや、ローブローを意識してということじゃなくて、うん、ボディーブローに集中したあまりだんだん低くなってきたということですね。さあローブローの後の飯田の動きですが、加藤さん、はい、飯田陣営は、ね、逆にボディが少ないというシーンですね、もっと打ち分けることを思い出せというシーンです。さあ右を出す、ワンツー、横対左右、ボディ、このボディを打とうとする飯田、横対の手の数が多くなってきましたね。そこで飯田はストレート、まずはストレートですね、
レバーブロー、右左と見せました。よく対左ストレート飯田。4月29日引き分けの両者決着戦です。会場も同じ愛知県体育館。右左枠、まあ、左当たった。今左あの軽かったですけどね、はい、あのタイミングでいいんですから、あのタイミングで当たっていけば相手は、ね、あの出てこれなくなりますから、相手がどんどん出てくるとやっぱり印象点につながる可能性ありますからね。浜田さん、はい、翼体は状態を揺らし始めていませんか。だんだんプレッシャーが大きくなってきましたね。どんどん入ってこようという意識が出てきたわけですよね。しかも飯田のサイドステップの範囲を少なくしようということでしょうか。左軽く当たった。そして翼体の右、これはサイドステップ右に置いた鉄則であります。右のジャブです。ジャブを打って飛び出す動きのある。そして左のカウンター。翼体はロープから動かさないでおこうという構えですよ今。そうですね、とにかく詰めて、そして狙い撃ち。そういうことですね。10秒切りました。第6ラウンド、ここでロック。しかしこのラウンドチャンピオンサイドローブローによる1点減点がありました。6ラウンドまで終わりました、はい、ここまでご覧になっていかがでしょう。4、5とだんだん相手きつくなって、そして、6ラウンドもきつくなったんですけどね、はい、その時に飯田の左がまた当たり始めましたから、うん、そのリズムをまず崩さないことですね。当たり出した左ストレートのリズム、これが後半も保てるか。第7ラウンドです。ゴングがありました。このリズムを保つのは本当に大変なことではありますけどね、やっぱ世界タイトルを取るためのはこのリズムを常に慎重にやることですよ。レフェリーが一旦試合を止めまして、チャンピオンサイド赤コーナーのどうやら、あの水をちょっとあの水をかぶったんで、あ、それでキャンバスというシーンですね。そうです。試合再開です。第7ラウンド、佐藤さん、はい、松尾隊長からはね、絶対にボディを打たすなというシーンです。そして右のピンポイント当たれば倒れるとか、あくまでもピンポイント倒しに行くということです。タイミング、そのピンポイント攻撃、飯田出るか。さあ左の攻撃を引いている、狙っている、しかしボディチャンピオン佐藤さん、はい、逆に赤コーナーはですね、この調子でボディを狙っていけ、ただ焦るな、左フックを当たっているんだというシーンです。飯田が回り込もうとするときに飛んでくる翼体の左フック、しかしこの飯田、翼体の左のフックは見える。前回の試合でもほとんどのパンチが見えた、強打と言われてもダメージのあるパンチは当たらなかった、だから相手の強さは分からないと言っていました。しかしプレッシャーは相当感じていました。やっぱり追い込みはだんだんきつくしてきますよ。左へ振って飯田の赤に当たった。そしてボディ、これはクリンチですね。ちょっと今左ちょっといいの振りましたけどね、動きを止めてしまうとその左フックが遠くから飛んできますね。もう一回やや右の低い位置にボディ、さあ翼体が落ちた、左ストレート飯田、さあダッキングか、さあ前に込んだ、さあ WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、翼体の必死です。顔面好調翼体、ボディ、今日は翼体のボディが目立ちますが、もともと飯田もボディが得意なんです。意識してボディを飯田が打とうとすると、ちょっと顔面のガード開きますから、はい、それよりもまずは右のジャム、そして左のストレート、相手が入ってくるところストレートまっすぐ打つことですね。ストレートまっすぐ、はい、相手が入ってくるところ、はい、まさにピンポイントのタイミングですね。そういうことです。さあ翼体の動きは十分に研究しました。前回の試合前には3位まで行って翼体の動きを観察、そして今回4月29日から1試合も挟まず翼体の動きを、生々しい感覚を体に残して今日の対戦に臨んでいます。飯田、今セコンドの福田トレーナーの指示を聞きました。ボディだ、あと左をかぶせてきた、しかし右のカウンター当たった飯田、さあ右当たった、細かい感じ当たっている、しかしちょっと動き硬いか、ちょっとやっぱり相手が強引に来てるんでですね、しかし、焦っているところはまだありますよ飯田は。まだしっかり相手を見れば見えますから、翼体の今日の動き見えますからね。今のジャブをもっと打ちながら、そして相手がもっと出てこようとするときに左ストレートを顎からやや下目に打てばいいですから、顎からやや下に、はい、さあそれができるかどうか。残り時間ほとんどありません。第7ラウンド、第7
ド終了です。さて第7ラウンド、一瞬の隙を突いて飯田がラッシュを見せたシーンです。まあただですね、ここはヨック隊もよくしのいでるんですよね、ええ、当たってないんですね、押し込んではいますけどね。だからそういうパンチを主にするんじゃなくて、まず距離を取った飯田のスタンスから、そこの距離から左ストレートをもっと狙うことですね。第8ラウンドです。4月29日はこの8ラウンドから飯田が攻勢を取りました。後半は一方的に飯田のペースでした。そして迎えた今日238日ぶり両者の対戦、第1ラウンドに飯田が左ストレート一発、タイミングよくダウンを奪っています。その後も3ラウンドまでは飯田優勢、そして4ラウンドから翼隊が反撃に転じています。佐藤さん、はい、それやりました。ここからが勝負、このラウンドからが勝負だというふうに翼隊の右です。ここからが勝負というノーサイン、青コーナー下げて左いや当たった本人ですよ。これをもうあやっといた、しかしない、今ちょっと相打ちですね、今の相打ちですね、相打ち飯田の左にも届いていました。頭いだんだん強引になってきましたね。足が引っかかります。この瞬間に打たれると怖いですね、うん、まあそうですね、足引っかかったまま打たれるとダウン、する可能性ありますからね。右のジャブ、翼隊の左足、そして飯田の右の足が時々交錯します。サトシコーンです。1分が経過、第8ラウンド。飯田は試合前、7ラウンドまでに相手をバテさせたいという話をしていました。スタミナ面ではしかし今互角ですか。そういうよりもですね、飯田はプレッシャー感じてるんですね、うん、プレッシャー感じてるからスタミナっていうのは感じると消耗してくるわけですよ。一発力からチャンピオンあります。相手を見ておくんじゃなくて先に打つんですね。左右の連打、6対右。飯田距離を取ってもいい、取ってそれでごちゃごちゃに回ってあげたんですよ。さあ鉄筋戦だ。ヨック隊も一番のダウン取られてますから必死ですからね。両者の実力もそしてリング上の2人の距離も非常に接近しています。狙っている、右のジャブから左ストレート。飯田下がる一方じゃなくて打ってから動くことですね。最初から KO パンチは狙わない、連打の中で詰められるときに集めると言っていた飯田、今左ストレート伸ばしてますけど、これを確実に当てたいですね今は、うん、そして飯田がサイドステップを踏むとき、確実に翼隊の右が飯田のレバーを捉えています。さあ打ち合いだ、ラッキングカウスカス、両者カウスアウト、あ左のフェイダーアウト、今の左左のフック、左フック当たりましたね、出てきましたね、はい、さあチャンスとビリは一気に出ます。クインチです、冷静です。飯田第8ラウンド、まもなく2分30秒が経過しようというところ、 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ第1ラウンド、飯田はチャンピオンからダウンを奪っています。さあ打ち合いだ、打ち合いを挑んではいけない、自らに何度も言い聞かせていた飯田、夢に何度も出てきた翼隊、状況だと訴えようせざるを得ない状態に持ってきているわけですよね。翼隊が、翼隊が、はい、自分の好きなパターンに来ているということですね。そこで飯田は左ストレートはっきりとしたパンチを一発決めればいいんですから、一発決めれば翼隊にストップしますからね。右の方に、そして今度は右、打ち合いだ、激しい打ち合い、ここでゴング、打ち合いですね、もう少しですか、はい、第8ラウンド終了です。距離を取った前回の試合と大きく内容が変わりました。打ち合いになってきましたね。そうですね、今の状態というのは ならざるを得ない状態に来ていることは事実なんですね。ですからその時に下がり流れでも一発左すると踏み込んだ一発が当たればですね、確実とポイント取れますから。第9ラウンドです。飯田勢いよくリング中央に飛び出しました。ブルーのトランクス、ベルトラインにローマ字でサトシの縫い取りがあります。苦しいトレーニングを続けてきました飯田。さあまた翼隊がリング中央、そして飯田が回るというこの動きこそ変わりませんが、はい、今日の翼隊の詰め方は前回よりも鋭く前に突っ込んできます。それとまず前に出るだけじゃなくてコーナーに、そしてロープに詰めようという動き方なんですね。左です。飯田が動く方向に動いてるんですよね翼隊は。どうしても相手の得意の右のストレートから距離を取ろうと飯田は自分の右にと回りますが、この方向に体を揺らして翼隊が正面に立とうとしてきます。さあジャブジャブ左、またジャブ、この距離からですね、ストレートを一発決めればいいですから。前に出てきて、はい、翼隊も打とうとしたところ、はい、その瞬間飯田にもチャンスはあるんですね。あるわけです。
その瞬間、ただ動くだけじゃなくてですね、左ストレート当ててから動くことですね。左ストレート当たった飯田、おっとまた、いや今のはローブローではないというモンテロレフェリー。右のジャブ、このジャブはしかし最後まで大事ですね。これは出しながらですよ、あくまでも出しながらですね。左ストレート当たった、やはり世界を取るのは大変です。このラウンドはですね、このラウンドは、はい、あよくない、前には出てきてますけど、飯田のパンチ軽いんですけど当たってますよ。当たってますか、はい、ですからこのラウンドはちょっとあのポイントの付け方として難しいところがあるんですね。ヨップタイの構成点を取るか、飯田のパンチのクリーンヒットを取るか、だからここではっきりとした一発、しっかりとしたパンチを打てればポイント取れますからね。そうですね、前回もヨップタイの構成と、はい、それから飯田のクリーンヒット、はい、という対戦になって、前回のジャッジ3人は、はい、まあ、一応構成点有利とということにいう形の対戦に終わりました。なったですね、今回はどうなんでしょうか。さあ飯田狙っている、ダッキング、そして左のキック、そして右のジャブ、右のジャブです、あとまたしたら、あとレフリーが回って入った、回って入った、これはこれは減点だ、また減点、2度目の減点、第9ラウンドチャンピオン、赤コーナーチャンピオン、ヨップタイに減点であります。これ、ね、ヨップタイはボディーブロー打ちにくくなりますから。残り30秒を切りました、第9ラウンド、3度目の挑戦で世界の王座に着いたのは、日本ではかつてガッツ石松さん、大橋秀行さんがいます。飯田も3度目の挑戦で世界のベルトを腰に巻けるか。ナイフでナイフで、あとチャンピオンも右を打ってきた、ダッキングでかわそうとしたところ、低い右、右の低めのパンチ、両方とも苦しい、力の入った1点タイトルマッチ。第9ラウンドの飯田、狙いしました左ストレート。このパンチはですね、ちょっとまだ軽いことは軽いんですけど、このタイミングでいいですからね、このタイミングにしっかりしたパンチを打てば、もう誰が文句もつけようないポイントになりますから。しかも打った後すぐ動きました。そういうことです、打たれてないですからね。そうですね、さあ残り3ラウンド、そしてヨック隊はですね、限定を2回取られてますから、なかなかボディーブローを踏み込みにくくなりましたよ。ゴングになりました、第3ラウンド、しかしまた下から行きました、チャンピオンのヨック隊、おっと右ストレート、右のストレート、ヨック隊ロープに詰めて一発右チャンピオン。ヨック隊もポイント取られていると思えば必死になりますからね。これはポイントの上で不利と見れば判断すれば、一気にゴーサイン KO 狙いということになります、チャンピオン。それとボディーブローでも何でも打ってこいという指示も出たかもしれないですよ。タイにも衛星同時生中継されているこの試合、 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンヨック隊出動、5度目の防衛戦であります。佐藤さん、はい、このラウンドの前、飯田陣は水を飲ませました。そして改めてもう一回足を止めるだという指示です。さあ足を止めてはいけません、飯田の心情はリズムボクシング、リズムボクシング、動く、横に動く、当てて動く、さあ動け動け、ミドルキムサイド、青コーナー指示が飛びます。さあシャニングに出てくるチャンピオンのヨック隊、ヨック隊必死ですね。そうですね、去年の8月地元タイでアリミゴイディアからタイトルを奪って、現在防衛すること4回、戦績は15戦して14勝で1引き分け、負けがありません。その1引き分けが飯田との試合、自らの戦績に唯一勝ち星を引きさせてくれなかった飯田に対し牙を抜きます。ローブローで2点減点、チャンピオンのヨック隊出た、右ヨック隊は今のから一番強引に出ていますよ、今一番強引に出ていってますよ。さあチャンピオン出てきた、これが世界の出し、あと腕を決めたような形でちょっと飯田の体を切りました、これはいけません、やはりレフェリーからも注意が入りましたね。というのは焦ってるんです、ヨック隊焦ってますよ。さあしかし大きなパンチを振り回せば飯田はそのパンチは見えるんだと言ってました。右そうですね、今のただ動くだけじゃなくて打って動くことですよ、打って動くこと、打って動く、はい、今打ってないですからね、打ってないですから、打たないとポイント取れないですから。さあ第10ラウンドも残りあと1分、動く飯田、出てくるよ、2体よく体雑になってますよ、雑になってますから、これは今狙い目ですよね。そうです、オープンガードになってますよ、動くだけじゃなくて真ん中から打つことですね。さあ決定打を放てるか、第1ラウンドにストレート打てば当たりますから、ダウンを奪った飯田挑戦者、3度目世界挑戦、後がない、頑張る右のジャブ、翌回も母国会に伝統を持って帰りたい、アジア最高、アジア人最高、19回の防衛を果たしたタイの英雄、あと並んだか、翌回帰っていたか、左当たったか、飯田倒さえギャラ
地に登っていたベルト、このベルト渡してはならないと調印式で語った翼体。残り15秒切りました。翼体出る、まだ出る、しかしタイミングよく飯田、飯田のパンチも当たった、相打ちか相打ちか、下がる、そしてサイドステップ、冷静です飯田。残り時間ほとんどありません。第3ラウンド飯田ストレート、あなたここでゴング、第10ラウンド終了です。第10ラウンド飯田の左ストレート、そして大きくよろめいたチャンピオンの翼体。これはですね、翼体が焦ってオープンガード出てきてますからね、左ストレートまっすぐ今の打てば当たりますから。ただ動くだけじゃポイント取れないですからね。残りラウンドは2つ、あと2ラウンド相手は必死に出てきますよ。ゴングがありました。世界に向けて飯田聡の正念場、相手はポイント取られてると思ってますから必死に出てきますから守りに回らないことですね。ボクシング王国タイの威信にかけてチャンピオン翼体出場5度目の防衛戦、このクラスでは過去何度も当たった、当たった当たった、いった、翼体も左振ってくる、翼体も必死ですね。翼体振ってくる、右狙った、翼体も左ストレート打たれながらもまっすぐ出てきてますから必死ですよ。フリンチ必死だ。佐藤さん、11ラウンド、はい、赤コーナーなんですけれどもね、右ラウンド、右ラウンド、アッパー狙った、得意の右アッパー狙った、連打連打飯田、連打決める、負けない。今の体を入れ替えてあれでいいんです、あれでいいですから、タイミングよく左入りました。佐藤さんね、ここ赤コーナーではポイントは勝っているんだ、はい、ただ減点されてるだけだという見方をしています。そうですか、チャンピオンサイドそう言って励ましているようです。前回のあの名トレーナーイスマイル・サラスさんからトレーナーが変わりました。そして所属しているジムも変わりました。環境が変わったチャンピオンの翼体、そして今日5度目の防衛戦、このクラス勝ってカオサイ・ギャラクシーが19回防衛、そして日本の渡辺二郎6回、鬼塚克也5回、この名チャンピオンたちが守った WBA 世界ジュニアバンタムのベルト、今こちに巻く翼体1等防衛に必死です。しかし飯田が攻める、相打ち危ない、相打ちだ、相打ちだ、飯田もっとあの脇を締めて打つことですね。世界に必死、どうしてもベルトを腰に巻きたい飯田、前回ドローと判定を下されて膝をデリングに倒れました。膝が抜きました飯田、あの悔しさ同じ会場で97年中に晴らせるか。左ストレート、ゴムで左、今相打ちです、相打ち、翼体も左、飯田の左、飯田も左、ロックタイム必死ですからね、ここ勝負ですよ、飯田勝負ですよ、世界を取るのは本当に大変です、勝負どころですよ、ここは難攻不落、翼体に日本の飯田頑張ります。前回引き分け、勝負どころですよ、前回の試合がドローならば立場も同じです。左当たった、左当たった、左当たった、飯田下がる下がる、さあ飯田クリンチ、飯田クリンチ冷静です。残り20秒切った、右棒立ちになった、危ない、相手も苦しいんですからね、相手も苦しいんですから、右のジャブ、さあジャブで、ジャブで飯田逃げられるか、さあ詰まった、詰まった、詰まった、危ない、これで倒れない、倒れない、倒れない、ゴングはゴングはゴングはここでゴング、11ラウンド終了です。取ればゴングがありました。ボクシング人生をかけて、さあ飯田大きく手を広げて最終ラウンド、さあ翼体が出る、飯田動けるか、リズム動け、世界に動け飯田、そして打て、飯田の目は死んではいない、チャンピオンミナッパ、ミナッパ、ミナッパ、一番得意なことをというミナッパ、チャンピオンです。佐藤さん、はい、赤コーナー一気に盛り上がってまいりました。勝てるあと1ラウンドだという声です。チャンピオンサイドには現 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオン、きちっと調子いいバットもいます。右当たった、邪魔だった、邪魔だった。佐藤さん、はい、飯田陣営はきっちり時間を稼げ、もう大丈夫だという指示です。しかし油断を稼ぐというよりも、はい、ここは必死で、いや、あの打たなきゃいけないんですよ、アグレッシブに、そうです、そうです、攻めて、攻めて、そうです、そうです、そして最終ラウンドのゴングを吹くか、第1ラウンドにダウンを奪っています。おっと、左当たった、
守ろうという気になると相手のパンチは畳みかけてきますから、相手はそこをついてきますからね。1ラウンドで相手を畳みかけて世界の王座についた浜田剛さんの言葉です。さあ10ラウンド最終ラウンド、いいな、10秒あれば一発で形勢変わる世界ですからね。そうですね、守りましたいかんですよ。さあいいな、ジャブの左噛んだ、しかしよく最後打つ右だった、ここで前に出て打つんですよ。パンチ力は欲体、パンチ力は欲体、動きはいいな、欲体必至、国のために家族のために頑張りたいと言って言った欲体。そして飯田は自分のために自分の人生のためにやりたいと言っていました。大学入学してボクシング部に入って、そして来年で10年、ボクシングを始めて10年になった時、世界の頂点に立っていたいと言っていました飯田。さあ2分が経過、残り1分、飯田世界に残り1分、飯田逃げ切り体制はダメですよ。逃げ切り体制じゃないかんですよ。クレンチ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 、飯田クレンチ、前傾姿勢飯田、守りましたいかんですよ。世界に向かって前向き、さあチャンピオンが来た、欲体が来た、さあと逃げ切り体制が来たいかんですよ。逃げ当たった、逃げ当たった、さあ動けるか動けるか動けるか、前に出れば勝てますから、さあ前に出よう、右前に出れば勝てますから、さあピンポイント後ろにはどうだ、右右右ダッキングか、さあこれが飯田のリズム、飯田の動き、残り20秒残り20秒、世界や欲体を必死、全身全身また全身チャンピオン、そしてさあ残り10秒切った、ノックアウトはない、ノックアウトはない、ノックアウトはない、残り試合時間ない、ここで完全試合終了、試合終了です。フルラウンド戦い抜きました両選手、判定です。ムーブをバッター飯田、はい、そして12ラウンド戦い抜きました、はい、欲体も全身モード判定ですね。そうですね、この、まあ、私の採点ではですね、19ラウンドまでだいぶ貯金がありますから、最後3ラウンド守りに回ったんですけどね、ただ貯金が多いんで、飯田期待してるんですが、しかもバッティングによるチャンピオン2点の減点ありますからね。さあどうだ、飯田が辰吉丈一郎に続いてチャンピオンの座につくか。さあ発表です、判定結果です。ただいまの採点の結果をお知らせいたします。ジャッジメロネン115対112、ジャッジシュミット115対111、ジャッジマルドーナド114対113、3対0、 WBA 世界ジュニアバンタム級ニューチャンピオン飯田です。飯田です、飯田、飯田新チャンピオン誕生、判定で下した、判定で下した、勝ちました、新チャンピオン誕生、飯田のこの表情、飯田です、前回悔しい引き分け、そして今度は勝ったチャンピオン欲体を破った、3対0、よくやりました、見事な判定勝ち、飯田。これで辰吉君に続いて、飯田君、どんどんボクシング界盛り上げてもらいたいですね。バラエティ番組からスタートした男が努力を重ねて今日つい世界の頂点に上り詰めました。おめでとう飯田辰吉。畑中清、薬師寺康生に次いで名古屋のジムから3人目の世界チャンピオン誕生の瞬間であります。チャンピオン飯田辰吉どうぞ。あなたは1997年12月23日愛知県において欲体思想と WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。1997年12月23日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林浜田さん、はい、飯田勝ちました。よくやりましたね。第1ラウンドにダウンを奪って中盤苦しみながらも頑張りました飯田です。そうですね、前回の試合本当にバレにしましたね。頭を使った方がドローの場合2戦目は頭を使った方が勝つということですけど、やっぱりそういったボクシングしてくれましたね。
日本人の挑戦者が引き分けをした相手に再戦を挑んだ場合、挑んだケースが過去2回ありました、はい、79年の小熊昌司さん、はい、81年の村田英二郎さん、はい、2人とも再戦は負けだったんですが、なるほど、放送席今回勝ちました。さあインタビューです。放送席、はい、それではニューチャンピオンにお話を伺います。飯田篤史選手です。ついに世界で一番強い男になりました。ありがとうございます。本当にみんなの応援のおかげだと思います。ありがとうございました。そして8ヶ月前の悔しさ、決着をつけました。はい、本当に、8ヶ月間翼体のことばっかり考えて、翼体よりも厳しい練習をして、絶対翼体より強くなってまた次挑戦しようと思ってやってきました。そして飯田さんが自然で言ってました。名古屋で、名古屋のファンの皆さんの前で世界チャンピオンになりたい、実現しました。はい、本当にありがとうございました。新チャンピオン飯田選手にお話を伺いました。過去2回流した涙、浜田さん、はい、無駄ではありませんでした。そうですね、3度目の挑戦で初めて世界のベルトを巻いた飯田、日本ではガッツ石橋さん、大橋英樹さんに次いで3人目、日本人が挑戦して一度引き分けた相手に再び挑んだケースは過去2度ありましたが、再挑戦は2人とも負け、決着戦でベルトを奪ったのは日本では飯田が初めて。泣いています、飯田が泣いています。努力を重ねて世界の頂点に立った飯田、第9代 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、名古屋ミドリジム飯田聡。ミドリジムからは開設23年、嬉しい初めての世界チャンピオン誕生。また1952年、あの白井義雄さん以来、日本のジム所属の世界チャンピオンは飯田でちょうど40人目。飯田、一緒に頑張った横井トレーナーに肩車されて飯田が手を振っています。愛知県体育館に詰めかけたファンに手を振っています、泣いています。この時を待っていました。